今日の動画ではインタビュー動画の作り方をざっくりと解説していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田内です。もし初めての方がいましたら、このチャンネルでは分かりやすく優しい映像制作をテーマに発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画ではインタビュー動画の作り方をちょっと簡単に解説していきたいなと思います。インタビュー動画って結構需要が多いと思うんですよね。例えば動画制作の案件だと、企業さんからインタビューの動画を作ってくれとか、あとは会社内でインハウスでインタビューの動画を作れないかとか、結構そういった需要があると思うんですよね。なので今日はちょっとざっくりとインタビュー動画の作り方について解説していきたいと思います。でちょっとまず最初1本動画をお見せしたいと思います。最星生まれるさなくくんアイファリナバロキライハコヘララン。レテフォーハネサンセントゥネベケニアアティトゥディアスホシ1200と2000メートル。エンタンホイデネマカアトライエマインベストロリヘリュシラニアハノインカタカホアティトゥディアスンサネマカイタベレヘタンカフェネベケホクワリダリディア。Então, lete fohomos comunidade nya Moris. Serne Moris nya maka baya kafe hutu. Problema nya maka tos nain sira suri lete foh. Problema primiru maka presu kafe. Então, ita kompara hoti na nulu. Kanda presu kafe nya ki, tam comunidade la bela hadiah serne Moris. Sira so fan kafe, depois mai handi. Han tina namus la hutu. Então, ita kompara ulu, ia tempu Indonesia nya kafe hututu lahareba kualidade. Ema companhia sira hakara kliu maka quantidade entang qualidade ema la presidente entang neve café neve nya preso ni tunte tebes ia mercado internacional entang comunidade ia lete foho la bela hadia sarna muris mai be pisuin sare bai dane entang pisuin mai hene kodi al halo treinamento bot e ho nya fokus kataka atu hadia qualidade café entang ami akumula café nang hototu kodi prepara café ho qualidade dia atu exporta bai Japão. Então ba fali iha comunidade nya Moris lorong nos itare iha mudan sabo. Ulu ami tama hene ami so hate te pasira kataka café kandu prepara café ho qualidade dia sei ba futuro sei hade nya Moris bai apa baru. Mudan sa durante pisu istama hene ami ya faktor stol nema importante. Primeiro e haruka wan sira ba skola segundo halo uma dia e terceiro hola aham baham bano ba futuro maka amina fati konsistente ya kualidade tambah ho kualidade maka bele determina programa ne labo se kafe la kualidade programa la labo entang ho ida ne maka agora ada dam ami tenta supplier na fatin material proses kafe ba kafe na isira ia plano ma satu halo kanaliza sam demos baya grupu sira pa atu prepara sam kafe bo atu nune bele atrai itanya bayar ka e mesarna ma hola kafe na atu tama na fatin me こちらは僕が去年まで住んでいた東ティモールというところで、ピースウィンズジャパンという NGO さんがコーヒーの支援をしていて、てそのピースウィンズで長く働いているスタッフの方をインタビューした動画になります。東ティモールっていうのは日本から直行便がなくて、だいたいバリ島かシンガポールで乗り換えて、だいたい十何時間ぐらい行ったところですね。オーストラリアのすぐ上にあります。東ティモールに住んでた時にはだいたい毎年動画のお手伝いをしていました。まず最初に簡単にカメラのスペックについて話すと、この動画は主にソニーの α7-3 で撮っています。中には α7-4 で撮ったクリップも少し入ってます。それからレンズは 90mm の f2.8 のマクロの G レンズと、あとは 24mm の f1.4 GM のレンズ、
でそれから16から35ミリの F4 のレンズを主に使用してたと思います。あとドローンがマビックプロとあとはマビックエアでこれは撮ってます。でピクチャープロファイルに関してはこちらは HLG PP10 のハイブリッドガンマで大体撮ってます。カメラの設定について話すと 4K24 フレームで大体撮ってますね。必要に応じてフル HD の 120p に切り替えて撮ってます。このビデオは最初はヘクシに住んでいるコーヒー農家さんにインタビューをする予定だったんですね。でそこに行ってでもうむちゃくちゃ雰囲気のいいあのおじいちゃん もう見つけてで話をしてもらおうと思ったんですけど、やっぱ結構その人によってはインタビューって話を組み立てるのがむちゃくちゃ難しいんですよね。それで村の人に話しててもどうしてもうまくいかないということで、今回は NGO で働いているスタッフの方をインタビューすることにしました。ここからちょっと簡単にどうやってこのインタビュー動画を作ったのかっていうのをちょっと3つの項目に分けてお話しします。最初はカット割りについて、その次にストーリーの組み立て方で、そしてあとは音についてです。インタビュー動画を作るときには僕はたくさんインサートカットというのを入れてます。こうインタビュー動画っていうのはまあこう今まあ僕がこう YouTube に向かって話しているようにこう人がずっと喋ってるような動画なんですよね。でそうするとだいたい1分2分ぐらいで、まあ、僕の場合ですけどやっぱ飽きが来ちゃうんですよ。でそうなるとやっぱちょっとずっと話してる人の顔を見てるのは結構辛かったりもするん で僕はやっぱりそこにあのインサートカットと言われる、まあ、B ロールですね。でそのショットをたくさん入れてます。そのいわゆる B ロールインサートカットを入れることによって、まあ、結構視聴者の人ってこうぼんやりインタビューとかって話を聞いてるんですよね。なのでそこに絵を加えてあげることによってより話し手が何を話しているかっていうのをこう明確に理解することができます。よく言われるのが映像はこうナレーションで物事を伝えるんじゃなくて、やっぱりその絵の中の動きで絵の中で何が起こっているかっていうことによって物語を伝えるべきだというふうに言われています。なので、まあ、僕がインタビュー動画を作るときにはもちろんインタビューの話の内容も気にするんですけど、やっぱそれに合わせてどうインサートカットを入れていくかっていうのをいつも心がけてますね。例えばこの動画では村の人たちが高品質のコーヒーを作るために、まあ、3つの目標を立てたって言ってて、でそこでまず子どもたちを学校に行かせること、でそしてちゃんとした家を建てること、そしてご飯が食べれることっていうような話をしていて、でそれぞれに合わせて僕はインサートカットを入れてます。でそうすることによってそのセリフとその映像で見せる絵がこうシンクロナイズ同期されて、でよりこう臨場感のある動画になるというふうに思います。もしこうインタビュー動画を撮られるなら、例えば会社のインハウス動画を作るとして、あの新入社員のインタビューみたいな感じにするとしても、その例えば新入社員の方がどうやって働いているか、机の様子とか打ち合わせをしている様子とか、まあ、それこそコピーを取ってる様子とか、その働いてる雰囲気とかまでちゃんと入れてあげたりすると、そのただ話しているよりは全然面白みが出るので、インサートカットを撮っていくっていうことを考えていただければと思います。インサートカットを入れる場合にも、まあ、基本的にはその話の内容に合わせてあの絵を挿入するようにしてます。で今回オープニングとエンディングでドローンを使ってます。オープニングでこうドローンが山の中にこう向かっていくシーンで、向かっていくっていうのはその始まり感を表すので、動画の初めの方のシーンっていうのは前進する動きを上げていくと、このこれから始まりますっていう雰囲気が出るのでおすすめですね。で反対に動画が終わる時には後ろに後退していくイメージを乗せてあげると、より終わっていく感っていうのが出せるのでおすすめですね。まあ、というわけで今回の動画では一番最後のクリップではもう日が沈んだ後の黄昏の時間帯でドローンが後ろに引いてってエンディングにしてます。次にストーリーの作り方についてお話ししていきたいと思います。で、まあ、ものすごく簡単な方法としては、あの3つのセクションに分けるといいと思うな。でまず最初にあのイントロダクション、その話し手がどういう人でどこにいてで何をしているかっていう、まあ、基本的な情報ですね。でそしてその仕事や活動をしている中でどういった困難があったのか、どういった問題にぶち当たったのかっていうのを次に話してもらいます。でそして最後にそれをどうやって克服してきたのか、どのように気持ちが変化していったのか、でそしてどうやってこう未来に向かっていくかっていうようなことを話してもらうと、こう始まりイントロダクション一般的な情報 でどこのどんな話、まあ、5W1H を視聴者に伝えてあげて、でそれから一回物語ストーリーを落としてあげるんですよね。でそこから困難から立ち向かうという、まあ、映画とかもほとんどこういう流れになってるんですけど、まあ、それをインタビューの3分とか5分でも同じような感じで作ってあげると、簡単にその物語性のあるインタビューになるので、ぜひお勧めしたいと思います。
この手法はソーシャルリサーチの量的調査とかでも使われていて Most Significant Change とか呼ばれていて、一番大きな変化に着目するというような手法なんですよね。で、この手法を使うことによってどんな出来事があったのか、それによって何が変わったのか、そしてどんな結果になったのかっていうのがこうシンプルにあのストーリーラインを作れるので、本当にすごくシンプルであの力強い物語ができるのでお勧めしたいと思います。インタビューを取る側の人として心がけるのは、やっぱりその皆さん一人一人すごく面白いストーリー持ってるんですよね。で、ただそのインタビューを受ける側の人っていうのは自分なんてそんな大したことないよっていうような考えがあったりするので、まあ、そうじゃなくてあなたはもうすごく特別で面白いんですよっていう感じでどんどん話を引っ張ってあげるっていうのはすごく大切になりますね。で、まあ、この動画に関して言えば、まあ、最初にこの東シモールのレテ方法っていうところは、まあ、どういう場所でどんなことやってるのか、でそれから、まあ、そこでどんな問題があったのか、でなぜ貧困っていうのが起きているのか、まあ、そういうことを話して、でそれからじゃあそれを乗り越えるために、まあ、どうやって活動してきたのかっていうような形でストーリーラインは作ってます。最後に音についてお話ししていきたいと思います。まずインタビュー動画の鉄則として、話し手の音を邪魔しないということですね。で時々やっぱりその BGM がでかすぎてこう話し手の音を消しちゃう動画もあるんですけども、もう音は本当聞こえるか聞こえないかぐらいでいいので、やっぱこう話し手の声を強調してあげるのが大切です。で、まあ、それに合わせて、まあ、この動画ではあの所々サウンドエフェクトを入れてます。この動画はコーヒーの物語 で山のお話なので、山の中でする森の音とか鳥の音とか、まあ、風の音とか、まあ、そういうのを細かいレベルですけど音を入れてあの臨場感を出すようにしてますね。オープニングの歌は現地の農家のおじさんが歌ってて、でそれがちょっと面白かったので急遽録音して、でそれ使ってます。ですごくこう言葉が分からなくても結構いい雰囲気 あのリズムの音程の曲だったので、この歌を入れたら特別感出そうということでこの歌を入れてます。で意味としてはこう夜が明けたら畑に行って、でお昼に芋を食べて、で仕事をし終わったらお家に帰るみたいな、まあ、そういうすごく単純なあの素朴な歌なんですけど、まあ、すごくこう雰囲気があっていいなと思いました。たまたまこの村の小学校を訪れた時に生徒さんたちがなんかその歌を一緒に歌ってたん でそれであもう一回歌ってくれっていうことでちょっと何回か歌ってもらって、子供たちが同じ歌を歌ってるのをまたそれも録音しました、ね、というわけで今日の動画ではインタビュー動画の作り方のちょっと簡単な解説でした。もし東ティモールのコーヒーが気になるあのコーヒー好きなマニアックの方がいたら、あの概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、ぜひあの東ティモールのコーヒーの味を楽しんでいただければと思います。インタビュー動画を作る場合でも基本的にはそのシネマティック動画とかあの旅の動画とかなんかまあやることは基本的には僕は同じだと思うので、動画の基本的なスキルを身につけたら結構いろんなところに応用できるので、まずはその基礎っていうのをやっぱしっかりつけたらいいのかなっていうふうに思います。もしこの動画がお役に立てればぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。僕のチャンネルでは映像制作に関する様々なことを発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。